質問コーナーやっちゃうよこんにちは、ハブティー。はい、まえのんです。今日はですね、久しぶりに質問コーナーをやっていきたいと思います。よかったら最後まで見てみてください。どうぞ。はい、ということで質問コーナーをね、早速やっていきたいんですけど、インスタグラムの方でね、募集させていただいたんですけど、たくさんの、ね、方から質問いただきましてありがとうございます。では早速読んでいきたいんですけど、スタバを飲みました。久しぶりにチャイティーラテ頼んでみた。いつもスターバックスラテなんですけど、飲みます。おいしい。はい、ではやっていきたいと思います。まず1つ目、のぞみちゃんの元気な源を教えてください。元気な源はノンティーズです。納豆を使ったアレンジレシピを知りたい。私いつも納豆何でもかけちゃうからな。カレーとかにもかけちゃうし、それこそキムチチャーハンとかになんか納豆かけたりとかもする。パスタとかにもかけるし、アレンジレシピっていうのかな、それ何でもかけます。新しい iPhone 何色推しですか。見に行ったら真っ黒がすごい可愛かったです。今までの黒じゃなくて結構暗めな黒って感じの黒だったので可愛かったです。街でお磨きしたらお声掛けするのは控えた方がいいですよね。あ、全然私ね、大丈夫なんで、大丈夫っていうかむしろ嬉しいんですよ。お店の雰囲気とかで他のお客様とかがいる中で写真撮ってくださいっていうのはなるべく控えていただきたいんですけど、声かけていただくのはめちゃくちゃ嬉しいし、後で結構 DM でね、今日はここにいましたよねとか、ここで見かけましたとか言っていただくんですけど、声かけてよって私は思っちゃう派なので、もし見かけて声かけて良さそうな雰囲気、私っていうより周りの雰囲気的に大丈夫だったらむしろ声かけていただきたいです。嬉しいです。朝食はいつも何を食べてますか。そんなに食べないかもしれない。朝ごはんは朝とお昼が一緒だったりするかな。食べるとしたらヨーグルトかバナナ食べたり、普通の朝食作るとしたらそれこそ納豆ご飯、ソーセージ、目玉焼きみたいな、お味噌汁みたいな、ザ日本食みたいな、日本の朝ごはんみたいな朝ごはんを作ったり食べたりしてます。目のケアって何をしてますか。30になってから目のシワがとても気になってきました。私もね、めちゃくちゃありますよ。いきますよ。ほら、結構あります。なので、もう一回始めてしまうとそっからなんか定期的にやり続けなきゃいけないと思うので、何もしてない時に線がこうピーってつき始めたらケアをねしていかなきゃいけないって聞いたことがあるので、もらったら入るけど、もうちょっとなんか待ってみようかなって気もしています。でもアイクリームとかめっちゃ塗ってるかも。 SK2 のくるくるするタイプのクリームがあるんですけど、なんかスティックみたいなのがあるんですけど、それを毎日目元につけて寝てます。あ、すごい、朝ごはんの質問結構あるかも。でもなんか一食目が本当にすき家の牛丼とかドーナツとか、昼ご飯にそれ食べるっていうのを食べてるかもしれません。ズバリ好きなミスドトップ5。でも私本当に好きなドーナツとかがあったらずっと同じものを食べる派で、ミスドの好きなメニュー1位はもう決まってるんですけど、それ以外のものでしょう。私いつもそればっかりしか食べないから逆に5個も思いつかないかもしれない。3位でもいいですか。3位だったら頑張って見つけれるかもしれない。好きなランキング発表していきたいと思います。第3位はゴールデンチョコレート。これ美味しい。周りにねクッキーみたいなやつがついてるんですよね。第2位、エンゼルフレンチです。大好き。私大体チョコとかがついてるのが好きなんですよ。チョコレートが好きなので、チョコファッションとも悩みましたね。でも私はエンゼルフレンチが好きです。第1位、もうこれは私はもう一生変わらないと思います。第1位はこちら。ででん。エンゼルクリームでーす。イェーイ。エンゼルクリームはもう大好きで、なんなら好きなミスドを10個買っていいよって言われたら、10個エンゼルクリームにするってぐらい、エンゼルクリームが大好きです。どこで よくお洋服は買いますか。そうですね、私はゾゾタウンかザラ行ったりとか、あとそれこそ D ホリックとかでネットで頼んだりするし、購入品とかもねやってるから D ホリックで買ったり、それが多いかな。前のの美容デー見たいです。美容デーのね YouTube とかもやりたいですね。やってみます。今度。ありがとうございます。どんなレザー小物が欲しいですか。レザー小物、あれが欲しい。最近はあれ AirPods Pro のケースが欲しいなと思ってます。男の子と LINE 続ける技、本当にわかんない文章につけるリアクションみたいなやつあるじゃないですか。あれで終わらしちゃうっていうか、何人送ったらいいかわかんなくなってそれで終わっちゃう時もあるし、本当に私わかんないですか、そういう
LINE のテクニックみたいなやつだから、なんか分かんなかった友達にこれ大丈夫かなとか言って聞いたりとかしちゃいます。難しい。続ける技あったら教えてください。私も知りたい。30歳になって変わったことはありますか？ないように見えてあるかもしれない。何かというと気持ちが楽になった心の余裕ができた。29歳って結構焦るんですよね。30歳になっちゃう、どうしようみたいな。30歳になったらなったで、もうすごい楽です。30代の仲間みたいな、違う場所に行けたなっていう感じはしますね。いい意味のね、ハッピーな感じの気持ちになりました。クリスピークリームドーナツで好きな種類はどれ？クリスピードーナツは私ね、好きなやつありますよ。チョコスプレーみたいのがめっちゃ乗ってるやつ。これって季節限定なのかな？いつもある気がするけど、ハロウィンスプリンクルってやつ、それが好きです。ポップアップやってほしいです。あ、こちらのね、質問なんですけれども、質問コーナーだけ、質問じゃないんですけどポップアップは12月をね予定してるので、楽しみに待っていてください。毎日スタバを飲んでも太らない理由。私なんか甘いの飲まないんですよ。フラペチーノとかもめったに飲まないし、それこそチャイティーラテ低脂肪って書いてあるんですけど、ミルクを変更するときにだいたい低脂肪にしたり無脂肪にしたり、スターバックスラテとかチャイティーラテもね、ちょっと甘いなとか思い始めてきてしまって、なんで全然飲んでなかったんですけど、だいたい飲むときはそういう低脂肪無脂肪にしたり、甘くないものを飲んだりしてます。まあ、ドーナツとかは食べちゃうんですけど、その分他でバランスを調節したりとかしてます。私結構ちょこちょこ食べするタイプで、ダイエット遺伝子検査した時に、私はお腹空いたっていう気持ちのまま食べるよりもちょこちょこ食べ続けてた方が太りにくいみたいなので、もともとでもそうなんですよ。お腹空いたっていう気持ちになったらすぐ食べちゃうタイプなので、お腹空いた気持ちを開けないようにしてます。なのでお腹空いたらなんか食べてってやってるから、ご飯食べるぞっていう一食がそんなに多くなくていけるっていう感じですかね。日焼けした後どういうケアを毎日してたか知りたいです。これね、すごい多かった。ちょっと見てほしいんですけど、この私の黒さ。この時から2ヶ月半ぐらい経ったんですけど、割とね、早い段階で落ち着いたんですよ。でも本当に死ぬほど頑張って、いつかみんなにお話ししたいと思ってたんですけど、紹介しちゃおうかな、このタイミングで。本当にね、頑張ってます。現在進行形でね。まず、やったこと、一つ目。とりあえずもう、日焼け止めを大量に塗ること。それはちょっと当たり前なんであれなんですけど、写真集の撮影は沖縄で撮ったんですけど、それこそ3日間ずっと、しかも夏だからね、7月とかだから、日陰とかもないんで、どこにいても焼けるみたいな。でも、水着とか撮影してたので、全部がもう隠れられないんですよ。だから日焼け止めを塗ってたとしても、日焼け止めをサプリを飲んでたとしても焼けてしまうんですよ。だからそれはね、しょうがなかったんですけど、とりあえずもう日に当たらないように、もともと気をつけてたけど、写真集の撮影の後からはもっと気をつけてましたね。はい。そしてお家でやってることといったら、まずお風呂でこちらを塗ってます。ハイドロキノン配合サンソリッドのスキンピールバーハイドロキノールっていう、このね、ブラックパープルみたいな固形のね、石鹸があるんですけど、これを毎日全身に、顔から体全身に泡立てて使いました。これがね、本当にお肌のその美白になりたい方とかが結構使ってるっていうのを見て買いました。で、それを毎日ね塗って、ちょっとこう時間を置くんですよ。10分とか置いて洗い流して、これはね、松本愛ちゃんに前にね教えてもらったんですけど、メラノ CC ってあるじゃないですか。化粧水と乳液と美容液とかを顔塗った後に体もう全身に塗って、乳液の方も全身に塗る。特に硬いというか見える部分に乳液を塗る。それを毎日必ずやってました。あとはクリニックに行って、すごい昔に白玉点滴ってやつを打ったんですけど、その時に私なんか体質で合わなかったのか、めっちゃあざになっちゃって腕がね。だからそっからやってなかったんですけど、もう大人になってちょっとお肌も悩んでたから、美白点滴みたいなのをクリニックでね打ってもらったんですけど、それがだいぶ効いたかもしれない、じわじわと。まあ、その点滴打った時はもう1ヶ月とか経ってた後なんで、全ての石鹸だったりとか化粧水とかだったりとか、そういうのがこうどんどん効いてきてる中でやったから、余計に効いたのかもしれないんですけど、美白点滴はちょっとめっちゃ良かったので、もう一回やりたいなと思ってます。
あとね、温泉水っていうお水を毎日飲んでますね。それはお肌にいいっていうよりかは温泉水99ってやつなんですけど、そのね、お水は体が温まりやすくて、温まった体温が冷めにくい状況を整えてくれて、細い血管の多い皮膚の血流を良くしてくれたり、美肌に大切な栄養を行き渡りやすくしてくれたりするもので、カルシウムとマグネシウムをね、豊富に含んでいることが多いって書いてあるので、とにかくお肌にいいので、それは飲んでます。あとはお風呂上がり必ずすぐにパックしてます。私はね、今ルルルンのプレシャスホワイトってやつを使ってます。これこういうやつ、白とゴールドみたいな、これを使ってます。それを毎日朝と夜に私は使ってますって感じかな。気をつけたことといえば、あとね、サプリを飲んでるんですけど、これビタホリック C っていうやつで、これはね、もう2袋目ぐらいなんですけど、1日3粒を取り入れてるんですけど、味もね、美味しくてラムネみたいな感じで、私は噛んで食べてます。こんな感じ、めっちゃ酸っぱい、酸っぱくってラムネみたいで美味しいです。これは取り入れやすいので続けてます。あとはクリニックでね、お薬をもらって毎日飲んでます。タチオンとリベラ N とシナールとトラネキサム酸を毎日飲んでます。なので本当に今までこんなことしたことなかったんですけど、そういうのを取り入れたり、あとこれ、こちら近畿大学とナチューレサプリメントがコラボしたロングキープビタミン C 早摘み青発作ってやつ、これがなんかヘアメイクのね、くるみさんがおすすめしてくれて、すごいね、お肌が白くなってたんですよ。この間お会いした時に、え、何したんですかって聞いたら、ね、これを飲んでたって教えてもらって、これも飲んでます。なんかビタミン C がね、すごい入ってる。こちらはね、1日5粒まで飲んで OK。 私も5粒は飲んでないけど3粒ぐらい飲んでます。結構だからそういう意味ではめちゃくちゃ取り入れたなっていう感じは自分の中であります。今までね、何にもしてこなかったので、そういうのを一気にやったので、日焼けした時よりも明るくなったのかなとは思います。その時の黒すぎて逆にすごいヘルシーで良かったんですけどね、私的に新鮮で。でもね、やっぱり美白で入れたらね、嬉しいので、戻ってくれてよかったなと思ってます。好きな人ができたらどうやってアプローチしてますか？私すごいね、消極的なんですよ。自分からグイグイいけないんですけど、30歳になったし積極的になりたいなって思ってます。だからなるべく私なんかとか私なんてとか割と思いがちなんですけど、私なんかいいよみたいなタイプなんですけど、そういうのやめようと思って、そういう機会とかね、チャンスとかがあるなら積極的にできることならみたいな気持ちで行こうかなと思っています。どうしたらのん様のようにストイックになれますか？ついだらけてしまいます。いや、私もね、何にもしないんですよずっと寝てたり、一日中ベッドの上にいて終わっちゃうみたいなこととかも最近すごい多いですね。だらけたい時はだらけていいと思います。ずっとだらけなければいいと思います。今はこんな気分だよねみたいな感じで、そうなっちゃう時はそうなっちゃうだし、すごいモチベが今あるって時は頑張ればいいと思います。なのでだらけてもいいと思います。ネイルをする時どうやってデザイン決める？あやさんと相談して決める。日頃からインスタとかで可愛いなっていう画像とかネイルとかのデザインは保存しておいて、当日ネイルサロンについてオフとかしてもらってるタイミングでそのフォルダをこう見始めて、あ、最近こういうデザインばっかり保存してるなってなったら、あ、まあこういう気分なんだって思って、あ、今回こういうベースにしたいですみたいなこと言って、まあ色で迷ったりとかデザインで迷ったらその時に、どう思いますかって相談して決めたりもするけど、まあ大体ベースみたいなのは自分の中で決めてってってやってるかもしれないですね。最新の自分が思う可愛いをやっていただきたいので、前もってこれにしたいっていうデザインは決めずに、その時のその場所にいる一番最新の可愛いっていう気持ちでやっていただきたいので、その時にギリギリまで決めていかないかもしれないですね。今年はこれは絶対買うっていうものや服はありますか？最近白とかグレーとかな気分なんですけど、その中で赤とかピンクとかグリーンとかはっきりとしたカラーのものをちょっと最近惹かれてますね。特に赤とピンク、一瞬で可愛いってなるような色味のアイテムをチェックしてますね。ピン
クのニット買ったり、赤のニット買いました。お家で暇な時何してますか？最近はね、アニメ見てます。私アニメとか全然見なかったんですけど、今更ながら鬼滅を見始めてて、アニメ初心者すぎて1話見るのにもうすごい時間がかかってしまうんですけど、ちょこちょこ見始めて今15話まで行ってて、あと推しの子とスパイファミリーを見ました。これから見たいなと思ってるのは窓マギとかも見てみたいし、そんな感じかな。みんなに人生を変えたアニメを聞いてるんですよ。みんなが人生を変えたアニメを聞くことで、その人の人生を変えたくらい影響されたアニメとかを見て、一緒に同じ気持ちになりたいなって最近思ってて、なのでそういうメモがあります。みんなにね、好きなアニメ何、人生を変えたアニメって何って聞いて、私も見たいなって思ってます。なのでもし皆さんもありましたら教えてください。私のこのアニメ見たいっていう気持ちが消えない限り見続けていきたいなと思ってます。でもね、最近見たいものが多すぎて、サスペンスとかそういうホラー映画とか大好きなので、そっちも見たいんですよね。カンドラとかそっちも見たいし、アニメも見たいしみたいな感じで、今日もだからこの動画撮ってちょっとお仕事したら続きを見ようかなと思ってます。友達と会う時何についてお話をしてますか？いつも何を話そうと思ってしまいます。私の友達、何を話そうっていう友達いないかもしれない。聞きたいことと話したいことが常にある状態で会ってるので、会った瞬間にあのさみたいな出ちゃうかもしれない、話したいことが。仲いい友達がすごい限られてるから、そんなに悩むことないかな。さすがに全然会ってない方とかと会うとかだったり、そんなに話したことない人と会うってなるとそりゃ緊張するけど、あんまりそういう人と会わないので、もし会うってなったら何話すかな。事前になんかこう SNS とかやってる方だったらチェックして、この間これしてましたよねとか、これやってましたよねっていう2個ぐらいこう話題を用意しとくとかかな。メールとかコメールとか、わかんない、最近どうとかで聞くかな。暴食してしまった時のリセット方法が知りたいです。お茶漬け食べる、体に優しそうだから。あとデリファスで私頼んでるんですけど、機械食みたいな冷凍のスープの素みたいなんだって、おかゆとかそういうのが売ってるんですけど、機械食みたいなやつ、それを冷凍室に保存してあるので、食べる時にそれを温めて食べたりしてます。今恋してますか？してないです。はい、彼氏いないです。恋愛したいなって思ってます。彼氏いらないんじゃないみたいな、いらないっていうか欲しいわけじゃないでしょみたいなこと言われるんですけど、そんなことないんですけどね。誘ってもらえたら行きたいなって気持ちはあるんですけど、全然誘われないんで本当に何もないんですよ。まあでも楽しいけどね、今めっちゃ楽しいです。人生楽しいって感じです。好きな男性のタイプは何ですか？これね、毎回聞いていただくんですけど、好きな男性のタイプって年を重ねれば重ねるほど分からなくなってきます。そしてなんかシンプルな結果になるというか、自立してる人かな、余裕がある人がいいなって思います。常に焦って考えてる人よりも、余裕があって落ち着いてて人のことを考えられる余裕がある人がいいなって思います。私多分男の人っぽいのかな、そういう人に自分もなりたいなって思います。だから落ち着いてる女性を目指しています。そういう意味ではなんか今すごい落ち着いてるかもしれない、落ち着きすぎてますかな。のんちゃんの好きな色は何色ですか？昔と色の好みは変わりましたか？変わったと思います。私ベビーピンクみたいなピンクが大好きだったんですよ。ファンシーな白が入ったピンクみたいなのが大好きだったんですけど、今はなんかこういうどっちかっていうとピンクよりオレンジっぽいコーラル系とかが好きかもしれない。しかも今のネイルめっちゃ可愛くないですか？ランダムにね、大きいラインストーンつけてもらいました。可愛い、そんな感じかな。はい、ということで最新版のね、私のお話でした。いかがだったでしょうか？また質問コーナー定期的にやっていきたいなと思いますので、聞きたいこととか皆さんありましたら、ぜひいろいろ探してほしいなと思います。なんかディフォリックです。あ、リップはね、最後の最後になんで言うんだよって感じですよね。中の103番もうないです。これです。それでは、よかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみでくてぃー、バイバーイ。のんちゃん、今日も可愛いね。嬉しい。頑張り待って、頑張り待ってなって頑張り待って何